藤間拓海です。ここからはクスクスの時間をどうぞお楽しみください。さあ、私はこのクスクスの中で今まで激辛企画であったり、あと最近はわさびのね激辛商品を食べる企画もやりましたね。で、スタッフから、またスタッフからなんですけれども、今回はグルメチャレンジャーという称号を光栄なことにですかねもらいまして、紅が燃え盛っていますよね。グルメチャレンジャー藤本久美という名称をもらって、何に今回挑戦するかといいますと、巷でどうやら話題の意外な組み合わせ、食べ合わせが人気というか流行っているのかなっていう話を聞きまして、今日はねそれをいくつか実証していきたいと思います。まず最初はガツンとちょっと美味しいものを食べたいなと思いまして、みんな大好きこちらカップヌードルカレー味です。これカレー味というところにポイントがありまして、このカップヌードルカレー味に何かを組み合わせると美味しさが倍増するそうなんです。結構ね、ツイッターなどでも SNS で反響が多いらしく、知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、その組み合わせとは、ちょっと待ってくださいね、直前までね凍らせていたんです。こちらじゃん、雪見大福でございます。カップヌードルに雪見大福を合わせるんですよ。ちょっと不安というか、どんな味になるんでしょうね。これを実際に作っていくんですが、よいしょ、もうね出来上がったカップヌードルに乗せるのではなくて、お湯を入れる前の段階で雪見大福をオンしちゃうそうです。ちょっとね、どっちもね普段大好きで食べているんですが、単独でね、このカップヌードルに粉末状のこのカップヌードルの上にこう雪見大福を乗せるっていう、ちょっと抵抗感もありますが、ほら美味しそうですね。誰もが食べたことがあるであろう雪見大福を乗せますよ。うわあ、なんかワクワクする。はい、乗せました。じゃあこの上からお湯を入れます。怖いな、どうやって入れたらうまくいくんだろう。でもちょっと多分雪見大福にかかった方がいいですよね。うわあ、雪見大福が、冷たい雪見大福がお湯のお風呂に入ってる。でアイス研究家の方が発明したそうなんですが、ちょっとお湯を少なめに入れるのがコツだそうです。あ、もう3分やらないとあ、ちょっと待ってオッケー、3分待ちましょうねじゃあ蓋をして、アイス研究家のジャーナリストさんが考案されたみたいで、そこからもうツイッターなどでたくさん拡散されて、皆さんが美味しい美味しいっていうツイートが広まったらしいんですけれども、雪見大福を入れた分、少し通常の線より5ミリほど下までお湯を入れるのがポイントだそうです。じゃあ待っときましょう、このまま3分経過を待っときましょう。はい、そしてこの間に喉も渇くだろうなと思いまして、飲み物、ドリンクも作りたいと思います。まずはこれも皆さんお家でよく飲んでいると思います。こちら、はい、普通の麦茶です。この麦茶に何かを合わせるとカフェオレコーヒー牛乳のような味わいになるそうなんですね。これ試したことある方いらっしゃるかな。それは何かというとこちらです。じゃーん、牛乳を麦茶に混ぜるとカフェオレになるそうなんですよ。で1対
対1かもしくはちょっと麦茶の方が多い割合が美味しいということなので、まずは1対1を試してみます。麦茶を半分程度入れているので同じぐらいに牛乳を、これぐらいかな、もうちょっとかな、これぐらい混ぜた方がいいですよね多分ね。色は結構やっぱり牛乳が強いので白く濁りました。いただきます。優しい、あまり主張をしない薄いコーヒー牛乳っていう感じがしますね。これは美味しいのか。ん？麦茶を増やしてみよう。スタッフが、クスクスのスタッフが学生時代にやってたそうなんですが、美味しかったって言ってたんですよ。麦茶をちょっと増やして、色はあまり変わらないですけどね。あー、ちょっと香ばしさが増しましたが、うん、薄いコーヒー牛乳かな。家に、あ、鳴った。家に牛乳と麦茶しかない状態でどうしてもコーヒー牛乳が飲みたいってなったら作る。そんな感じですね。カフェオレがちょっと飲みたくなるかな。でも手軽にできるメニューとしてはすごい美味しい、はい、簡単にできますし。さあ、カップヌードルができました。開けてみましょう。いきますよ。はっ、ついたった。もっちり、皮がもっちりするからちょっと蓋についちゃってますが、うわ、とろけてる、すごい。あ、あ、見て見て見て、見えます？ほら、ちょっとスープにもうね、クリームが溶けた、アイスクリームが。これよくかき混ぜて食べるのが美味しいらしいんですね。いやー、カップヌードルカレー味に雪見大福がどんどんと絡んでいきます。アイスクリームもすべて溶け、そしてもっちりした皮も跡形がない、下の方に沈んでいってますね。スープの色もほらちょっとね変わってますよ。よし、ほらだってアイスの固形が残ってるもん。これアイスクリーム一緒に食べますね。うん、これ固形は一緒に食べない方がいいですね。もう一回よく溶かしたところを、もともとカップヌードルのカレー味って少しこうコクもあるんですけれども、まろやかさが強いスープなので、雪見大福を加えたことでそのまろやかさ、クリーミーさが倍になって、とっても食べやすいマイルドな味わいになっています。少し残っているこのスパイシーさとクリーミーさが絶妙で美味しいですね。甘みも少しありますね。美味しい。これは大反響だったのが分かる気がします。スープも飲み干しちゃってもいいかもしれませんね。美味しい。うーん、私もともと普段からカップヌードルってスープまで飲み干してしまう派なんですが、これは本当に一滴残さず美味しくいただけますね。あ、雪見大福とカップヌードル大成功でした。美味しい。じゃあ後ほどゆっくりいただきます。こちらもね。
そして最後はデザートも挑戦してみたいなと思いまして、さあ何だと思いますか。それがねこれなんですがこちら羊羹です。この羊羹に何かを組み合わせるとスイートポテトのような味わいになるそうなんです。さあ皆さん想像がつきますか。正解はドラえもんのようにいろんなものが出てきますね、私の横からは。正解はこちら、バターです。はい、このバターを羊羹と一緒に食べるとスイートポテトのような味が広がるということなんですよ。ね、もうバターは切れているので羊羹をちょっとおしゃれにフォークとナイフで好きな大きさに切って、でもねインターネットで調べたところ、羊羹が大きめでバターがちょっと羊羹に対して小さい方がバランスがいいですよって書いてありました。だからこれぐらいかな、これぐらいかな可愛いですね、チョコンって乗って。これなんか組み合わさってる全然感じがしないですよねポンって乗ってるだけですもんね。いただきます。まだバターと羊羹、あー最後の一口かな、本当に最後の方までバターと羊羹がそれぞれ孤立した味がするんですが、飲み込む直前かな、ちょっと混ざり合ってスイートポテトのようなこう甘さと上品な品のある優しい風味が広がる気がします。うん、でもこれ別々で食べたい美味しいんですよ、美味しい同士を組み合わせてるので美味しいんですが、バターの塩気が強いなのでちょっとしょっぱいと感じる時もあるので別がいいかなでもこれ無限ループでこの羊羹を食べたらカップヌードルが食べたくなりました。うん、おいしい、いいですね。こうお菓子もデザートもできてカップヌードルメイン料理もできてドリンクもできるっていう、うん、あでも美味しいは美味しいです。全部面白いですし、本当にこうやってる時のワクワク感もあるので、ぜひ皆さんこの今日紹介した面白い組み合わせ試してみていただけたらと思います。今日紹介した他にも多分世の中にはもういろんな意外な組み合わせ、美味しいよっていう食べ合わせがあると思うので、ぜひぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後もグルメチャレンジャー藤本久美としていろんなことに挑戦していきたいと思いますので、コメントでこんなことをやってほしいなっていうのがあれば教えてください。はい、今日も楽しんでいただけましたでしょうか。また次回のクスクスの藤本が担当するお時間でお会いしましょう。では今日はこのあたりで失礼します。